国島翔一は日本の俳優である。国島翔はじめと表記されることもある。本名は久吉夫。旧芸名は国島昇。大正末期に小畜蒲田撮影所などで活躍した二枚目、俳優であったが、創生した。1902年3月11日、福島県福島市に生まれる。1914年、福島県福島中学校に入学するが、 同年7月3日に中退して、井上正雄一座に入り、本郷座で初舞台を踏む。1922年、松竹蒲田撮影所へ入社し、国島登る名義で1923年7月1日公開の池田義信監督映画、水槽の花などに出演、同作で映画デビューとされている。1924年、松竹下鴨撮影所へ移り、 芸名も後に、国島翔一と改名して、同年12月31日公開の清水、広監督映画、村の牧場などに出演した後、再び小竹蒲田撮影所に復帰する。1927年には幹部に昇進したが、生まれつき病弱であり、療養のため、間もなく退社。この頃、国島は、五所平之助監督映画、恥ずかしい夢で、 田中絹代の相手役に起用されていた。1930年、河合映画制作者に復帰し、主演俳優として、数本の作品に出演。1931年には、東亜キネを経て、再び松竹蒲田撮影所に再復帰するが、1932年6月10日に、公開された、五所平之助監督映画、天国に結ぶ恋が、最後の出演作品である。 1979年10月23日に発行された日本映画俳優全集団有編など一部の資料では以後の消息は不明とするが演芸画法1932年12月号にて去る9月2日に数え年32歳で病没したと報じられている。陶器作品への出演は一作もなく、出演作品はすべてサイレント映画であった。特筆以外、 すべて制作は、松竹かまた撮影所、配給は、松竹、すべてサイレント映画、すべて、国島登る名義である。すべて制作は、松竹下下藩も撮影所、配給は、松竹、すべてサイレント映画、特筆以外はすべて、国島小一名義である。すべて制作は、松竹かまた撮影所、配給は、松竹、すべてサイレント映画、以降すべて、 国島正一名義である。すべて制作、配給は、可愛い映画制作者、すべてサイレント映画である。すべて制作は、東和キネマ、京都撮影所、配給は、東和キネマ、すべてサイレント映画である。すべて制作は、松竹かまた撮影所、配給は、松竹、特筆以外はすべてサイレント映画である。ありがとうございます。